爱因园。この203日のセミナーで、在我们这次三天的课程里，皆さんが一番理解してほしいのは、我最希望大家能理解到的一点，神は決して手の届かぬ遥か彼方にましますでもない。那就是大家要理解到，神绝对不是在遥远的天边。神社仏閣お寺教会面に建て祀られた豪華の仏像でもない。神也不是在哪个寺庙摆放的不动的佛像。盲信、狂信、軍と崇拝はもう過去のもの。盲信、狂信、偶像崇拜已经是过去的事情了。真実の神を知る時であることを知ってもらいたい。我们现在就是要知道真正的神的时候。神は命です。神就是生命。命は全ての原因である本質として愛とも語ります。生命就是所有事的本质，也可以把生命称为是爱。じゃあ我々は。那么我们。どこに向いても。无论转向何方。愛しか見えないことは本ではないんです。我们本身就只能看到爱才行。何を感じても。我们无论愛しか感じない。我们本来就只能感受到爱。これ愛一元と言います。这就是爱一元，就是一个爱的世界。物心ついた時に。自分というものを追求しました。我从懂事的时候就开始追寻我是谁。自分とは何者なんだろう。我到底是谁。自分を追求したとき自分が家族であることを知りました。当我不断追寻我自己的时候，我知道了我是家人。家族を追求したとき家族は社会であることを知りました。当我去追寻家人的时候，我知道了家人就是社会。社会を追求したとき社会は世界であることを知りました。当我追寻社会，我知道了社会就是世界。世界を追求したとき世界は宇宙であることを知ります。当我去追寻世界，我知道了世界就是宇宙。宇宙を追求したとき宇宙は。当我再去追寻宇宙。愛一元であることを知りました。我就知道了，原来宇宙就是爱一元，就是一个爱的世界。皆さんが何百何千何万という転生を繰り返してきた目的は？大家一路上为什么轮回了几百、几千、几万次？宗教を学んできた目的は？大家为什么学习了各种各样的？セミナーに参加した目的は？大家为什么参加了各种各样的课程？あるいは聖書、聖典、仏典、お経を読んだり。或者大家去读圣经、读佛典、读经书。追求本を読んだり追求してきたことは愛一元を知るためのみだったんです。或者大家去通过读哪本书这么不断的追寻，大家所有的目的就是为了知道一个爱一元的世界。これは私がはっきり体験しました。对这个我清楚的体验过。私の知り合いにお坊さんがいます。我的朋友里面有做和尚的。でお坊さんに呼ばれました。当时这个和尚叫我去他那儿。どうしても。質問したいことがある。他说他很想跟我单独的问一些问题。二三時間時間をくれと言われました。所以他说，请你给我两三个小时的时间吧。愛一元という色紙この色紙を額に収めてプレゼントしました。我当时写了一幅爱一元的字裱好送给了他。そのお寺の事務所に私案内されて。当时他带我去他寺庙里面的办公室。で、お茶を出されたとき。当他给我端上茶。愛一元を書いた色紙をテーブルの上に置いて私。お茶一杯飲もうかと思いました。我把爱因缘的这幅字放在桌子上，拿起茶杯准备喝茶。もうその友達は。我的这个朋友。生まれた時にお母さんはキリスト教。他出生于妈妈是基督教的家庭。お父さんは仏教。爸爸是佛教的家庭。どの学びも抵抗ないんです。所以他不会拒绝任何的学习。キリスト教、仏教、ヒンドゥー教、ユダヤ教、密教、イスラム教、ジャーナ教、もう何教でもいい本という本を散々読んできました。他不会拒绝任何的宗教的教导，无论是基督教、佛教还是印度教。私向いてる前も、所有的好书，他全部都看了一遍。後ろも、当时、右も左も、在他这个办公室的前后左右、本だらけなんです。全部都摆满了书架。何千冊という本があります。里面有几千本书。お寺の事務所に。在他的寺庙的办公室里。で、家帰れば。当他回到自己的家。また
何百何千何万という本が置かれているというんです。他家里据说摆的有几百几千几万本书。さあ、その色紙をテーブルに置いて私がお茶一杯飲もうかとお茶を手にした時です。当时我把哀元之福字放在桌子上，刚端起茶杯准备喝茶的时候。何百何千冊という本が全部この色紙に吸い込まれていくんです。当时我就亲眼看到几百几千本书全部都被吸到哀元之福字里了。目を疑いました。当时我自己都怀疑。何が起こってるんだろうと思いました。到底发生了什么事呢？根性肉体持って初めて見る現象。这是我有生以来第一次看到的景象。到底发生了什么呢？で内在の神は即私に言われる、この言われるんです。内在的神立即告诉我。まあ、あのこの友達、お坊さんをしている友達、このものは。这个做和尚的这个朋友，神说这个人。ここまでの人生、何のためにその何百何千何万冊の本を読んできたのか。他的人生走到现在，为什么读过几百几千几万本书呢？ただ知りたいのは。他只想知道一个。理解したいのは。他只想理解一个。愛一元であったこと。那就是想理解到愛一元。じゃあそのものが。这个人。小さい時からここまで何万冊という本を読みながら。他从小到大读了几万本书。愛一元であることをはっきり自覚ができなければ。但如果他到现在都没有自觉到愛一元在哪。何万冊の本も読んだことにはならない。那么相当于他的几万本书都白读了。虚しいもの、何の価値もない。什么都没读过，毫无价值。昨日も今日も説いたように。就像我昨天今天所说的这样。私はまだ本という本を一行だって私は本開いて読んだことないんです。我从来没有打开哪本书看过一行字。しかしあなたは。但是你本読まずとも神这么说もうすでに愛一元というものをこの自覚しているではないのかと。你虽然没有读书，但是你对于爱缘不就是已经完全自觉到了吗？だからあなた方が今肉体を持った最この最高目的は。所以你们现在带着肉体在这儿的最高目的。その愛一元という。那就是。对爱因缘，神を知るための目的であったことを見失ってはなりません。对神，就是为了知道他，知道神，知道爱因缘，大家绝对不能迷失这个目的。この現象世界をいついつまでも泳ぎ生きるためではありません。大家在这个现象世界，根源世界へも行かず下ろさねばならない時が来てるんです。根本不可能永远的在这个现象世界游泳，大家已经到了要把你的船锚抛向源头大海的时候。例えば皆さんが根性肉体という衣装を脱いだとします。比如大家今生脱下这件肉体外衣了。明日に生まれてこれるならば簡単なこと。如果你明天就能带着肉体再来，那太简单了，开悟。まあ一人一人のこの肉体の年齢は違います。每个人的肉体年龄都不一样。例えですよ、10歳で肉体という衣装を脱ぐもの、20年脱ぐもの、30年脱ぐもの、有的人10歲離開肉体、あるいは100年脱ぐもの、有的人30歳離開、有的人40歳離開。必ずやいつか肉体という衣装を脱ぎます。但是不管多少岁，每个人总有天要脱下这件肉体。今日肉体という衣装を脱ぎ捨てて、如果大家今天脱下这件肉体、明日にでも生まれてこれるならば、悟りもたやすいこと。大家明天就能拥有一件肉体，万一再来到这儿，那么开悟就太简单了。もし根性悟れずして肉体をこの脱いだときに、但是大家如果今生没有开悟，就这么离开肉体，次のチャンスが与えられるのは、大家下一世获得这些肉身的机会，この現象世界の年月に計算するならば、例えるならば、按照这个现象世界的年月来计算的话，何百年何千年何万年後に肉体という衣装を与えられるということを。知ってほしい。可以说，那是要等到几百年之后，等到几千年或者几万年之后，大家才有一次被给予肉体外衣的机会。ということは、いつもケルビンさんもマリコさんも言われるように。这是什么意思呢？今肉体という衣装をまと、このまとって、今ここにある。就像凯文·珍妮斯女士经常说的这样，我们要在现在拥有肉体外衣的时候，在现在。どんなにすごいことなのか。这是多么棒的事情。どんなに素晴らしいことなのか。这是多么好的事情！
それを見失ってただ生きてるから生きてる、ただ周りのものが食して生きるから生きる、このような無知のままに、目くらのままに、迷いのままに人生を置いてはなりません。所以大家绝对不能看到别人吃饭活着，你也这么吃饭活着，因为给了你肉体，万一在这活着，你就这么每天这么虚度人生，大家不能做一个无知迷茫瞎子一样的人。私の肉体をここに出してくれた私のお母さんが、剩下我的这件肉体给你的，我的妈妈。他在三十多年前，六十四岁的年龄离开了肉体。まあ何回か私はそのお母さんのいる誘拐まで瞑想でその意識で尋ねたけど。我在冥想中以意识层面好几次去到幽灵界去看妈妈。でお母さんに聞きました。我问了妈妈。あなたはまた次肉体と衣装をまとってこの下脱に至るためのチャンスはいつ？与えられているのかと聞きました。什么时候才会给你下一次带肉身来到这个世界获得解脱的机会呢？我问妈妈。まだ肉体という衣装をまとう時期も時も教えられてない、わからぬと言うんです。妈妈说，甚至这个日期是什么时候都没有人告诉我。じゃあ何百年何千年、那就意味着有可能是要等几百年后。その年月を要等几千年、几万年之后。誘拐で迷っていね、いなければならんということなんです。这段时间、这几百几万年、他只能在幽灵界去迷茫了。もちろん皆さんに金儲けをするなとは言いません。当然，我不是说你们再也不要赚钱了。で、物質や物を尻箱に、ゴミ箱に捨てなさいという意味でもありません。我也不是说把你们所拥有的物质财富。把它像扔垃圾一样把它扔掉。根性、不是这个意思。生まとって、大家今生披上这个肉体。最高目的というものを知ってほしいということだけなんです。在这个时候，一定要完全理解到我们在这里被赋予生命的最高目的。最高学位を得て。如果有了最高的学历。地位や名誉、財、富、金物に恵まれて。获得有很丰厚的名誉、财富、地位。年頃に来て、いい女性、男性と巡れて、結婚して、子供を作って、優雅な生活を終えても。或者到了年龄，遇到一个合适的对象，结婚生子，一生过得很富裕。本質、愛という本質、命という本質。但是对于爱的本质、生命的本质。その本質を見失って、肉体を去るならば、大家完全迷失了本质，就这么离开肉体。その人生は無知の人生、目くらの人生、迷いの人生としか言えないんです。只能说大家的人生就是一场无知的人生、瞎子一样的人生、迷茫的人生。私は今生小学校1年卒業です。我今生小学一年级就毕业了。この世界には大統領という地位を持つ者、総理大臣という地位を持つ者、あるいは大学というその肩書きを持ってさまざまな仕事についている方々もいるでしょう。这个世界上有很多人有总统的地位或者首相的地位，或者是有最高的学历，有最好的工作。私のいとこたちもみんないい地位についています。就像我的这些亲戚们，他们都是很高的地位。大学の先生であってみたり、有当大学老师的，科学者であってみたり、还有当科学家的，あれ医学者であってみたり、还有做医生医学家的。この現象という世界で言うならば、もうすべて優等生なんです。从这个现象世界来看，他们全部都是优等生。しかし、私が羨ましいものは一人だっていないんです。但是没有一个人会让我羡慕。何一つ羨ましいはないんです。他们身上没有一点值得我羡慕。なぜならば、为什么？この世の宝なんて失うもの。这个世界上无论得到什么宝贝，最终都会失去。あなた方がこの世の宝を何を掴んでも何を握っていても虚しくいつかは手放さねばならないもの。无论你们以为自己得到这个世间什么样的宝贝，但这些总是虚幻的，总有天一定会逝去，一定会消失。私はすでに無限の宝を手に入れているんです。但是我现在已经得到了无限的宝贝。あなた方が想像すらできません。那是你们想也想象不出来的。悟りという境地は。那就是开悟的境界。瞬間移動ができるから物質化現象ができるから何ができるからそのような現象的なものではないんです。他开悟了就能去做瞬间移动或者是能量变化物質。奇跡を起こすことが悟りではないんです。也不是说开悟的人他就一定会做什么奇迹。悟りとは真正的开悟。今生かされているこの社会で。那指的是在现在被运作的社会里。真の自分が命であり愛であり。对真正的自己作为生命作为爱。神であることを見失うことなく。作为神，他从来没有迷失真正的自己。
無限にしてその本質一元を我として生きていることを悟りの境地というんです。他完全把无限的一元的唯一的本质作为我自己这么活出来的状态就是开悟。そこに至った時、不死不滅永遠の幸せをつかむことができるんです。当大家到达这样的境界，就能得到不死不灭永恒的幸福。無限の宝をつかむことができるんです。大家这时候才能得到无限的宝贝。もう幸せも私小さい時から追求してきてます。对幸福是什么？我从小的时候开始就这么追寻。あなた方は幸せですか？我问朋友们，你幸福吗？もう友達に会うことにそれも。それ我每次见到他们就直问这个问题。ある友達は有个朋友今健康だから私幸せ。他说我现在身体很健康，所以我很幸福。ある友達は有个朋友今金に恵まれてるから幸せ。他说我现在有钱，所以我很幸福。で、ある友達は有个朋友いい職に恵まれてるから幸せ。他说我有好工作，所以我很幸福。每个人都说我很幸福。しかし今健康で幸せと言っても。哪怕他现在说自己很健康，所以幸福。就像凯文所说的，明天是癌かもしれない。也许明天就得癌症了。明日は様々な原因不明の病気でしょうかもしれない。会得上各种各样原因不明的疾病。で、今金に恵まれて幸せというものが。对于觉得有钱现在很幸福的朋友。これ今最近日本で振り込み詐欺というのが流行って。最近在日本。有很多的电话转账诈骗的事件。若い者金がないから若い者そう狙わないんです。有钱人啊，因为年轻人没什么钱，所以这些人不会找年轻人。半年置いておじいちゃんおばあちゃんたちは今まで一生懸命働いて貯金があります。爷爷奶奶们呢，他们一辈子都是不断的辛苦攒钱，また年金が入ってきます。攒了好多钱。而且退休之后呢，还会有退休金。だから元子さんは私よりも金持ちでしょう。所以原子估计比我有钱多了。私は全くないけど。我完全没钱。だから振り込み詐欺というのは私は狙わないで元子さん狙うんです。所以估计要做电话转账诈骗的人不会找我，肯定会找原子。一生懸命働いて金貯金しました。就像他们一辈子这么努力的赚钱，年金も入ってきます。攒了很多钱，还有很多退休金。もう何千万、一億。他们有一千万，有几千万，或者是几亿。もう幸せと言います。それだけの金を。所以这些人都说我好幸福。你看我有这么多钱。振り込み詐欺にあって一瞬にしてその金を失う人間が今日本でいっぱいいるんです。但是呢，现在在日本有很多人，他只是遇到了一次电话转账诈骗，就把他的全部的钱都给骗走了。健康だから幸せ。明日癌になったら。所以觉得健康而幸福的人呢，他明天得了癌症。金に恵まれて幸せ、それをすべて失ったとき。觉得有钱而幸福的人，但他明天失去了他全部的钱。職に恵まれて幸せ、その仕事を失ったとき。但有的人觉得有好工作而幸福，但他明天失去了他的工作。あるいは肩書きを持ったもの、地位名誉。或者是有很高的地位。それを失ったとき。名誉。这些人，当他失去了这一切。どの友達も幸せではいれないというんです。如果这样再问我的这些朋友们，每个人都说，那这样的话我肯定不幸福。じゃああなた方が今まで幸せ幸せ幸せと見てきたものは、思ってきたものは海の上に浮いてる。泡のようなもの、海の上に浮いてる泡を必ず弾けて消えるんです。如果这个时候就不幸福的，就说明你们以往所认为的幸福，好像是大海上漂浮的泡沫，那完全是虚幻的。子供たちはシャボン玉を膨らませて遊んでます。那就好像是今天一个朋友，他吹了一个肥皂泡在这玩呢。そのシャボン玉はこの泡肥皂泡いつまでも存在してないんです。必ず弾けて消える。它不可能一直都能在这存在，一定会破灭。じゃあ。健康で幸せ、金があって幸せ、いい職に恵まれて幸せ、地位名誉を得て幸せ。で、これ消えたら幸せではないというならば、この弾けて消えた海の上に浮いている泡のようなもの、あるいはこのシャボン玉が消えたようなもの。所以曾经觉得健康，或者是有钱，或者有好工作而幸福的人，当失去了这些，他不再幸福了，就说明他曾经感受到的幸福，就好像是肥皂泡。現象という結果の世界に左右されて幸せでこの幸せを失うならば、これ真実ではないんです。
或者是像大海上漂浮的泡沫，一定会消逝的。如果那就是被这个现象世界左右而感受到的幸福，那不是真实的。永遠の幸せ、永遠の富というのは、我们永恒的幸福、永恒的财富。健康だから病気だからでもないんです。它不在于我们肉身是否健康，还是生病了。愛一元という永遠不滅の命を掴んだ時、ここに本当の幸せ、幸福、喜びがあるんです。那是当我们完全的得到了爱一元，得到了不死不灭、永恒的生命，那才会得到永恒不灭的幸福。昨日も今日もと言ってね、私は根性、全く病気を知らない無病です。就像我这两天说的、我今生从来没有生过病。で、病んだこともなければ。我没有生过病。どんなに働いても動いても疲れたということを感じたこともない。而且无论我怎么使用这肉体去工作、我也从来没有感受过疲惫。この失うこともない永遠の命を掴んだとき、命を得たときに、そこに永遠不滅の真実の幸せがここにあるんです。当大家完全得到、根本不会失去的永恒的生命的时候、你才会感受到这份永恒不灭的幸福。私の幸福というのは、我所感受到的这份幸福。私の幸せというのは、我所感受到的幸福。あなた方が想像すらできないんです。那是你们想也想象不出来的状态。約地球人口70億8億の人間がこのものの掴んだ宝物というのは、このものが感じている幸せ、喜びというのは、幸福というのはどういうことなんだろう、誰が知りましょうか。地球上哪怕70億80億人不断地去想、这个人到底得到了多大的幸福、到底得到是什么样永恒的宝贝、不管大家怎么想、有谁能知道呢。何も特別な姿をしてないもんだから、誰がもわからないんです。因为我的样子也不特殊，所以别人也不知道。あなた方以上にかっこいいものでもない。我也没有比你们更帅。あのキンキラキンキラの洋服をまとってるんでもない。我也没有穿着浑身黄灿灿的衣服。特別な食事をしてるでもない。我也没有吃什么特别的食物。だからいつもいつも身近にいる私の家内だって。所以我才说，哪怕是经常在我身边的，我的妻子，或者是孩子，或者是父母兄弟姐妹。誰も私の今味わってる幸福なんて、この宝なんて、誰がも知ることはできないんです。没有一个人知道我现在品尝到的是什么样的幸福，拥有什么样的宝贝。昨日も説いたように、肉体は皆さんの前にあるようで、この世に置いてるようで。私はこの世のものはないと説きました。就像我昨天对大家说的这句话，虽然大家看起来我的肉身在这儿，但是真正的我不在这个世界。その意味誰が知ることができましょう。但是这句话到底有几个人能明白呢？私の家内だって私本当の私を知らないんです。哪怕是我的妻子，她也不知道真正的我。今日セミナー終わっ、この ASK のこの香港セミナー終わって明日帰ります。为什么这么说呢？当今天 ASK 主办的课程结束，明天我们就回去了。うち帰れば家内からすれば単なる旦那。当我回到家，对于我的妻子来说，就是一个普通的丈夫。子供たちからすれば単なるお父さん。对于我的孩子们来说，就是一个普普通通的爸爸。周りの者からすればただこの辺から歩いてるおじちゃん。对周围的人来说，就是随处可见的一位大叔。あなた方以上のものは何もまとってないんです。我身上没有一点比你们特殊。だから全く普通の人間にしか見えないんです。所以不管谁怎么看我，都觉得是一个再普通、再平凡不过的人。この中身はどうなのか。但是内在呢？常に無限という根源世界にとどまってるんです。我的内在时时刻都停留在无限的永恒的源头。その無限という根源世界にとどまってこそ、不死不滅、永遠の幸せ、幸福、喜び、この宝物を掴むことができるんです。这是因为我的意识时时刻刻都停住在无限的永恒的源头，所以我才能得到这份不死不灭永恒的宝贝。よく周りの酒飲みに遊ぶこの男性から言われました。经常周围喜欢酗酒的男性这么说我。もう朝も暗いうちに。我每天都是天还不亮，为了去开课就离开了家。セミナー終わって夜中にまた帰ってきます。等到课程结束回到家都已经是半夜了。酒も飲めない。我不喝酒。タバコも吸えない。我也不抽烟。女遊びもしない。我也不会去找哪个女性。なんてかわいそうな人生かとよく私言われたんです。所以他们说，你看这个人多可怜。
ただ仕事仕事仕事のこの仕事でそのタバコを吸ったりその遊び事をこの喜びを犠牲にしてという表現されました。他们会这么说我，他每天呢就只知道工作工作，他牺牲了很多抽烟喝酒玩乐的这样的快乐。私の意識から見れば全く逆なんです。但是我看到是正好相反。ただ一点少というわずかな人生をタバコに酔い、酒に酔い、女に酔いでこの世の金や富によって永遠不滅の宝物を犠牲にしているものほど。愚か者あるいはこれほど我看到这些人，他们这么短短的短暂的一生，把时间都用来去抽烟喝酒，或者是去玩耍，找哪个女性玩，但是他们却牺牲了永恒的宝贝，白白的迷失了。健康，我觉得没有谁。我觉得没有谁比这样的人更可怜了。たとえ私はこの肉体が今どう病んだったって、因为我的幸福不在于肉体是否健康。幸福は失わないんです。哪怕我的肉体现在生病了，我的内在的幸福也不会减少。肉体はこの病んだとて、因为哪怕这个肉体生病。私の上では貧乏であったとて、哪怕看起来我没有什么钱。一元なる本質はどうなのか。但是一元的本质呢？それは無限の富なんです。一元的本质是我们无限的财富，是我们永恒的财富。だから私は安心してどこでも眠れるんです。所以我才能在哪都能非常放心的睡上一觉。山の中でも洞窟の中でも。哪怕是去到山里，还是去到山洞里。あなた方が欲しいとするもの何一つ所有してない。我身上没有一样有你们想要的。私から奪えるものはただ時計だけ。如果想从我身上夺走什么物质，只有我手上戴的这个表。除此以外，我没有什么物质。しかし、私の内に秘めている永遠不滅の無限の富は誰がも見えません。但是在我的内在所隐藏的无限的永恒的财富，谁也看不到。無限の永遠の富を奪いに来る人間はいないけど、この時計は山の中に寝ていればあるかもしれない、いるかもしれない。所以没有人会特意的来到我这儿去偷我内在的永恒的无限的财富。但是我如果在山里面睡觉，也许有人会特意过来把我的表偷走。私がこの現象という世界で、在这个现象世界、この宝以外には宝はないという物質的な宝物一つ私に持たされてみてください。如果全世界只有这唯一的作为物质上的宝贝，如果我也有这个宝贝，看看吧。行くところ行くところ後ろから強盗に追いかけられて安らげないでしょう。那我就时刻担心着，我每去到一个地方，会不会有人在后面紧盯着我的宝贝，把它偷走呢？我没办法祥和下来。この世は無常世界であることを知らねばなりません。大家必须要完全知道，这个世界是无常的世界。無常とは常なき世界と書くんです。无常写都是常常没有。この世は無常世界。这个世界是无常的世界。この世は影幻幻影の世界。这个世界是阴影幻象虚幻的世界。だから世の人間は。所以世界上的人。無常な宝物を無常な宝物を掴むためには汗水流して。人を傷つけてでも人を殺してでも得たいと、もう一生懸命。他为了得到世界上无常的物质、无常的宝贝，他哪怕挥洒的汗水去杀了谁、伤害了谁，他要把它得到手。あるいは影幻幻影という無常なものをつかむためには一生懸命働きます。或者说，为了得到阴影、幻象、虚幻的这些无常的事物，他挥洒的汗水，他搞拼命的工作。失うこともない。但是我们永远不会失去的。根性在不滅の実在である宝を掴むために働く人間はそう言いません。为了得到这份永恒常在、不灭实在的宝贝，这么去工作的人很少。根と永遠のあなた方。永恒指的是永远在的你们。常在と常にあるあなた方。常在指的是常常在的你们。不滅と一度だって破壊されたことのないあなた方。不灭指的是从来没有被摧毁过的你们。実在とは実際にあるあなた方。实在指的就是实际在的你们。これが不死不滅永遠の命としての本質愛だったんです。这就是作为不死不灭的生命的爱，作为生命的本质。それ以上にそれ以下に。除此以外。宝物があるというならば皆さんは迷っています。如果大家认为还有超过这之上的宝贝，就说明大家很迷茫。宝は一元というその本質一つしかないんです。我们真正的宝贝就是一元的本质，只有这一个宝贝。この地球上
端から端まで探し求めても、大家哪怕在整个地球找遍每个角角落落、あるいはこの広い宇宙という宇宙を探し求めても、或者在整个广汉的宇宙里面，无论你去到哪里寻找，不死不灭永遠の宝物は一つしかなかったことを知ります。大家这个时候就会完全明白，不死不灭永恒的宝贝只有一个。それは全ての原因である本質、命であること。那就是所有界存在的原因的本质，就是所有界的生命。生命愛と説くもの、慈悲と説くもの、有的人把它称为爱，有的人把它称为慈悲。あるいはキリストと説くもの、ブッダと説くもの、有的人把它称为基督，有的人把它称为佛陀。説き方は、言葉の違いはどうでもいい。无论语言上怎么称呼都无所谓。本質は本质。言葉でどう説いたって本質は永遠に変わりません。无论语言上怎么称呼它，它永恒不变。じゃあ本質を。本质全ての原因である本質を作為所有界的原因的本質私は命と説きます。我把它称为生命。キリスト教を学んでいる方々はキリストで説くか神と説くか、学習基督教的人把它称为神或者是基督。仏教を学んでいる方々はブッダと説くか仏と説くか、学習佛教的人把它称为是佛陀或者是佛。しかし神と説いたとて、但是哪怕把本人称为神，或者是佛，キリストと説いても、或者是基督，或者是佛陀，本质，はじめから、他一开始就在，今も、现在，未来永劫に変わらぬ本質は本質なんです。未来永恒根本不会改变的本质，那才是真正的本质。私は世界ほとんどの世界で太陽を見てきました。我在世界上很多地方都看到过太阳。沖縄で生まれて太陽を見。我在冲绳出生，在冲绳这边土地上看过太阳。また太陽を見。而且我也在南美大森林生活的时候看过太阳。アメリカ、ヨーロッパ、インド、行くところ行くところ太陽を眺めます。或者是再去印度、再去欧洲、美国各个地方开课的时候，也看过太阳。どこの国、どの地で見たって太陽は依然太陽、太陽が月になることないんです。但是无论我在何方、在何地去看太阳，太阳依然是太阳，根本不会变成月亮。だから原因である本質が。作为原因的本质。私が命と説くからとて、あなた方が神と説くからとて、でそれが。哪怕我把它称为生命，你们把它称为神。変わるはずはないんです。对于本质来说，它根本不可能改变。これを幸運にして常在不滅の実在、それを掴んだとき永遠の宝を掴んだものとなるんです。这才是真正的永恒常在、不灭的实在。当大家得到它的时候，那才是得到了永恒的宝贝。本質である。原因に到達することが人生の最高目的であることを知らねばなりません。所以大家必须要完全知道，我们去到达本质，到达生命，这就是我们在这里被赋予，在这里被赋予一生的。もちろんこの肉体衣装をまとってここに生かされている限りは金も大事です。当然，在这里只要被赋予的肉身，钱也很重要。物や物質も大切です。物质。財富也很重要。これは私は決して粗末にしなさいとは言いません。我这么说不是让你们胡乱的对待这些。で捨てなさいとは言いません。也不是说不管你们拥有什么都把它扔了不要了，不是那个意思。執着をしてほしくないということなんです。我对大家说的是，不管你有什么，不要执着。なぜならば大事にすることと。大家去珍惜。執着とは全然意味が違うんです。和你们去执着两者的意思完全不同。執着はあなた方を苦しめるんです。当你们执着的时候就会痛苦。例えば肉体という衣装を脱いでいくもの。比如说有的人脱下肉身。で今肉体を持ってここに生きているものが執着しているとします。他离开肉身之后，他很执着现在还拥有肉体的哪个人。執着されたもの、執着するもの、互いに苦しむんです。比如说，哪个人他离开肉身之后，哪个还有肉体在这里活着的人呢？他很执着这个已经离开肉体的人。これは私が小さい時から何百回でもその体験、これを見てきてるんです。如果他这么执着的话，那么他自己包括他所执着的这个已经离开肉身的人，两者都会痛苦。这点我在小的时候开始就有过这样的体验。例えば一つの例。给大家举一个例子。ある女性の方が、有一个女性、何十年首も回らない。她几十年脖子都转不了、动不了。左に首を回すにも、她如果想把她的脖子、回から一周回るんです。转向左边、转向右边、她的脖子动不了、所以她得身体这么转一圈。この肩も、而且肩膀、何百キロという重りを
置かれているような痛みというんです。他总是感觉到肩膀上好像承背着几百公斤的重担一样的这么的痛。これ約40年前の沖縄での体験です。大概是40多年前在冲绳发生的一件事。どこの病院でももう原因がわからない。这个女性无论去哪个医院，大家都不知道是什么原因。一番最後に私の事務所に訪ねてきました。她最后就来到了我的办公室找我。で私がいつものようにこのもののもう首が回らないし肩が重いというから後ろに立ち私がヒーリングしようかと思った時因为他对我说他的脖子转不动他的肩膀感觉像有重担一样的很重很痛我就站在他的后面准备给他做疗愈丸坊主の我这时候看到一个光头学生服を着た男の子がこのお母さんの肩にしがみついてるんです穿着学生制服的一个小男孩趴在妈妈脖子上肩膀上でその女性の方に私が聞きました。我这时候就问这个女性。あの丸坊主の。现在有一个光头的，穿着学生制服的。どういう顔形の长着什么面孔？ここにいるけどと言ったら。什么样的一个小男孩趴在你的背上？迷わずにすぐ即答。他不假思索的立即点头。これ私の息子ですというの。他说这是我儿子。何十年前に。几十年前。学校に行く途中に交通事故で即死したその子。他在去上学的路上被一个车撞了，当场死亡。なぜその子がお母さんにしがみついてお母さんを苦しめてるのか。但为什么这个孩子趴在妈妈肩膀上，让妈妈这么痛苦？もうそのお母さんが交通事故で死んだその息子に執着で。他很执着，当时在交通事故离开肉体的他的儿子。息子が生活していた時の部屋をもうそのまま何十年もそのまま片付けもしない。そのまま。他的儿子曾经生前住过的房间，几十年间他从来没有动过一次。毎日。而且每天。お墓に花を供え。他都会去他的坟墓前去献上花。それほどその肉体を持ったお母さんに執着されているがゆえに。行くべきところに帰れない、行けないんです。所以被お母さんの意識の方が強くて、这么的执着執着しているその思いが強くて、他要回去、他该回去的地方也走不了。帰るに帰れないんです。他想走也走不了。答えはもう簡単です。所以答案就很简单了。ヒーリングする必要もない、薬飲む必要もない、病院を訪ねる必要もない。他没有必要做疗愈、没有必要喝药、没有必要去医院、很简单。執着さえそのお母さんが解き放ってしまえば、只要这个妈妈放下对孩子的执着、簡単な解決なんです。那么很简单就能解决了。ね、今日この事務所から帰ったならば、所以我对这个妈妈说，你今天从我的办公室回去之后，息子の部屋を、对于你的儿子的房间、あなた方が使いいいようにすべてを変えてほしい。你把它重新收拾出来，接下来供你去使用。息子が生活していたその部屋をすべて変え。この変えてほしい。我希望你儿子生前用过的房间，把它都收拾出来，把它接下来用在别的地方。皆さんの言葉で言えば、もう模様替えと言いましょうか。用大家的话来说，就是把这个房子再收拾一番。で、沖縄では、在冲绳、年に2回その墓に花を納めるその祭り事があります。一年有两次节日，可以让大家去扫墓。これ中国でもあると言います。据说在中国也有。清明祭。一个是清明节。清い明るい。写都是清纯的、明净的。清い明るい祭りを書いて清明祭。写都是清纯的、光明的清明节。これ中国でも4月頃と言うんです。就说在中国是四月份左右，冲绳也是四月份左右。沖縄の祭り事は中国から来てるんです。冲绳的节日都是来自于中国。中国とにあの沖縄は。中国和冲绳。本当に一つであるほどに一体なんです。是完全这么的融为一体，感觉就是一个一样。沖縄の祭り事は中国から来てるんです。因为现在冲绳当地的节日都是来自于中国。でそのように。この中国も4月に清明祭。就像这样，中国是四月份的清明节。お墓をきれいにして花々を備える。在清明节的时候去扫墓去献上花。でまたもう一つは7月の七夕に。
还有一个是七月份。で墓をきれいに掃除して花を祭るその。就是在日本的七夕节是去扫墓的。祭りごとがあるんです。就是把墓扫干净，前面摆上花。还有一个节日。毎日毎日毎日のように花を生けることなく。所以我对这位妈妈说，你不要以后每天都去坟墓上献花。四月の生命祭と七月の七夕にしてほしいで、すぐ切り替えました。希望你只是在每年的清明节和七夕节这两个节日的时候再去扫墓。她这个妈妈立即转换了她的思想。何十年の肩の痛み。结果她几十年的。何十年首が回らぬこの痛み。肩膀的疼痛和几十年她的脖子也站不了。執着をしてただけで一瞬にして癒されているんです。他只是内在放下了对儿子的执着，这一瞬间他的疼痛就全部消失了。だからその執着をされているのは、所以被执着的对象、動物でも同じ。哪怕对方是动物，物でも同じ。或者是矿物，植物でも同じ。或者是植物都是一样的。執着というのは執着やってる人間も執着されている物質でも人間でも全て苦しいんです。只要大家去执着的话，那么执着的本人和你所执着的对象，无论对方是动物、植物、矿物质还是人，全部都会痛苦。皆さんも執着によって苦しんでることをよく見つめてみてください。大家好好的去审视自己，是否是因为执着这么痛苦？いつも私は独身の動物を例えます。我经常用六个动物来做比喻。ある狩人が有一位猎人罠で独身の動物をつかみました。他用绳子抓到了六个动物。蛇、有蛇、ワニ、有鳄鱼、猿、还有猴子、キツネ、狐狸、犬、还有狗、鳥、还有鸟、六つでしょ。这六种动物。で、それを。对这六种动物。独身の動物を。这六种动物。縄でつなげば。用绳子把它们拴在一起。もう自分の持ち場へ帰ろうとして引っ張り合います。每个动物都挣扎着想要回到自己的地方。蛇は穴に。就像蛇想钻回洞里。ワニは水に。鳄鱼想回到水里。鳥は空へ。鸟想飞到天上。犬は村へ。狗想回到村庄里。キツネは野へ。狐狸想回到草原上。猴子想回到森林。引っ張り合います。大家都互相的拉扯。力の強いものが引っ張っていきます。谁的力量大，那么全部的动物都会被拉扯到那个方向。力の強いものに引っ張られます。这些弱小的动物们就会被拉到那个方向。じゃあ皆さんは。大家。見るもの。对自己所看的。聞くもの。所听的。味わうもの。所品尝到的。触れて感じるもの。或者是你能触碰到、所感受到的。それそのものの強い方向に皆さんは常に引きずられてるんです。是哪个 感官更加的强烈，你就会被拽到这个方向。で、この見る欲望、見る執着というのは、比如说对于看到的事物的执着欲望。例えば、しょうしょうちゃんが、晶晶、名前も出てきませんよもう、朝から晩まで使ってますから。从早到晚都在说他，但是我现在忘了他的名字了。さあ、今日は。デパートに買い物行きましょう誘いました。比如晶晶邀请原子去百货公司今天买东西。元子さんは私は着るもの十分あるし食べるものも十分あるし私何もいりませんだから行きませんと言うんで誘っても。哪怕晶晶怎么邀请原子，原子说我不去，因为我穿的也有，吃的也有，我不去百货公司。で、あの少々ちゃんが。但是晶晶。何も買わなくてもいい。对他说，你不用买什么东西。私のお付き合いで、就陪我去一趟。行きましょうと言うんです。誘われて。邀请他。誘われて行きます。就邀请原子过去。しかし、見る執着、見る欲望が強いですから。但是他对看到的事物的执着很大，有这么大的欲望。あのマネキンというものは綺麗な顔形を作ってます。商店的衣橱里柜窗橱里面この体もスマートで作られています。商店里面摆放的模特，他们面孔都是画得很漂亮，而且身材也画得很好。だからマネキンが着ているものはもうどんな洋服でも美しく見えるんです。所以无论让模特穿上什么衣服，都会看起来很美。またそこに照らすあの明かりも美しいように見せてるんです。拿着灯去照着这个模特，又会看起来更美。
모토코상가기리바코나룬데스但是原子穿上了就大成这样了何も買わずとも言って誘われたにもかかわらず明明一开始邀请他去的时候他说什么都不买マネキンが着てれば全部美しく見えるもんだから但是一过去看到模特穿的全部都那么美あれも買いましょうこれも買いましょう这个我也买那个我也花钱买で手元にないお金を如果买到最后没钱了銀行から借りてでも哪怕是从银行里面借钱或者是走找高利贷いっぱい背負って少々ちゃんは一つ结果买的自己都拿不稳。さんは何十個。仅仅买了一个的话，结果原子买了几十个。买到最后自己都拿不完了。あれ、味わう執着、聞く執着、触れる執着。那就像大家舌头品尝到的，对这个滋味的执着，和你的耳朵听到的执着。その匂いを嗅ぐ執着よりも、もとこさん見る執着が強いもんだから。和触觉的执着。引っ張られて和对嗅觉的执着原子呢他比起这些执着他更大的是对看到的执着所以他就被拽到这个方面去买了好多見るもの聞くもの味わうもの全てを制御できる己でなければならないんです所以大家必须要完全控制好自己能完全控制好自己无论看到什么听到什么或者是感受触觉到你的触觉自分の持ち場へと引っ張り合っている動物力の強い方向に引っ張っていくその動物そこに太い無論感受到什么你不要被他们拉走一定要好好的控制好自己全部その太い柱に就像这六种动物虽然他们在一起会互相的拉扯但是把他们全部都拴到一个非常粗的柱子上看看吧つないでみてください把他们全部都拴在柱子上看看どんなに引っ張ろうたって動かないでしょう無論他们怎么使劲的拉也拉不动じゃあそのこの6つの動物は对这六种动物もうとうとう引っ張っても引っ張れない力尽きてとうとうこの大きな柱の横で横たえて静かに眠ります他不管怎么的使劲拉都拉不动所以最后他终于拉累了他就躺在柱子旁边在那里睡着了あなた方も強い意志で那就是你们要用坚定的意志力見る欲望に对自己看到的欲望味わう欲望に、その執着に、黙れと言えるあなた方らってみてください。品尝到的欲望和你的触觉所感受到的欲望，你对这欲望说你闭嘴，看看吧。幸せを得ますよ。那么大家这个时候就能得到幸福了。だからこの目に映るものの、所以，でこの日本では見ざる言わざる聞かざるともさんざるを教えます在日本也有这样的教导叫做不看不听不说的猴子目を押さえて見てはいけない这个猴子他捂住眼睛说不要看教えてる学校の先生だってその本当の意味知らないのに子供たちに教えてるんです但是在学校里面的老师都不知道是什么意思还这么去教孩子们私小学校1年卒ですから学校をサボって因为我是小学一年级就毕业了所以就开始逃学海か川で釣りしているんです我当时在大海或者在大河那边去钓鱼友達が私のところに来て我的这些朋友们过来找我今日は先生からいいことを教わったというんです他们说今天老师教了我们一个非常好的内容我问是什么呢見ざる言わざる聞かざるを教わったというんです今天教了我们不看不听不说内容はと私聞きました我说具体是什么内容呢目を押さえて何も見るな他们说老师说捂住眼睛就是什么都不要看あるまいし止まった目を押さえて何も見るな他们说是捂住眼睛什么都不要看目くらでもあるまいし所以我说我们又不是瞎。耳を押さえて何も聞くな、つんぼでもないのに。如果说捂住耳朵什么都不要听了，但是我们又不是聋子。で、口を押さえて、捂住嘴巴。何も言うな。什么都不要说。押しでもないのに。但是我们也都不是哑巴。これがあなた方が学校で教わった見ざる言わざる聞かざるかと言ったんです。所以我当时就说，难道这就是老师在学校里面教你们的不看不听不说的意思吗？小さい時から直感に優れていたんです私は我在小的时候开始我的直觉就非常的敏锐その言葉を聞けば我当时听到孩子们这么说教えてる先生も知ってなければで教えられている子供たちも何一つ知ってないことすぐ直感します我立即直觉上就感受到在学校里面老师不懂那么接受老师的教导的孩子们也不懂
何も見る必要がないならば、なぜ見える目を神は与えたのかというんです。如果我们没有必要去看的话，为什么神给了我们一双能看到的眼睛？言わざる何も言うべき。如果我们没有必要说。話すべきものでな、ないならば、どうして話せるその語れる口を与えたのかというんです。那为什么神给了我们一张嘴巴可以说话呢？耳を塞いて何も聞くなも。如果捂住耳朵是什么都不要听的话。何も聞くべきでなければ耳なんてついてないです。如果没有必要听，神就不会给我们一双能听到的耳朵。大きな間違いを犯してるんです。所以这样的教导是犯了很大的错误。目を押さえて見ざるというのは。捂住眼睛的不看的猴子。人の悪いところを探し見てはならない。这指的是你不要去找别人身上不好的地方看。すべてに真実の美しき姿を。愛として見よ、これが見ざるなんです。我们要去看所有其身上的真实的美丽的作为爱的样子，这才是不看的意思。見る必要なければ目なんてついてないです。如果没有必要看，神就不会给我们一双眼睛。この語れる口なんてついてないです。如果没有必要说话，就不会给我们一张嘴巴可以说话。如果没有必要听，就不会给我们一双耳朵能听到了。見ざる、この目を押さえての見ざるは。所以捂住眼睛的不看的猴子。人の悪いところ、人の悪いところ、悪いところを探し見てはならない。它真正的含义指的是，我们不要去找对方身上不好的地方看。あってあるものに。对着所有的一切。美しき愛という本質を見ようが見ざるだった。我们要去看作为美丽的爱的本质，这就是不看的猴子。口を抑えて言わざるも。捂住嘴巴的不说的猴子。人の悪口、人の罵り、人に怒り、人に裁き、そのような。破壊的な言葉、ネガティブな言葉を決して使っちゃいけない。这指的是我们绝对绝对的不能去说一些负面的、摧毁性的话，比如说去骂人，或者是去非难谁，或者是去指责谁。常に本質を愛として、本質を神としての美しき愛の言葉を語りなさいが言わざるなんです。我们要时刻透过这张嘴巴去说作为爱作为本质的美丽，这才是不说的猴子。耳を塞いて何も聞くなではないんです。捂住耳朵的猴子也不是说什么都不要听了。全ての人の悪口や人の噂話に耳を傾けてはいけない。这指的是我们不要去听关于谁的流言蜚语，关于谁的坏话。常に美しき愛という愛の波動を聞けるあなた方でありなさいが。この聞かざるなんです。那是希望你们每个人时刻都能听到，在语言的背后的美丽的爱的频率。決して皆さんにこの世の物質を粗末にしなさいではありません。我这么说根本不是让你们胡乱的对待世间的物质。この現象世界を否定しなさいではありません。也不是让你们否定这个现象世界。为什么呢？この現象という世界で皆さんは。因为大家在这个现象世界。真実を皆さんは権限できる訓練をしているんです。再去训练自己能完全展现出真实，表达出真实。何を見せられても。无论让你们看到什么。真実を見ることができるか。大家能否去看到真实？何を聞かされても真実が聞けるか。不管让你听到什么，你能否听到真实？真空意の訓練は。在这里去训练你们的身口意。この肉体と意志をまとってこの現象の世界にあればこそできることなんです。那就是因为在这个现象世界有这个肉身在这儿，你才能训练好。だからこそこの現象の世界は本質という本質に怒り下ろすまでは大事な場所なんです。在你们完全能把船锚抛到源头世界之前，だからこそ何百万千何万という転生を繰り返してもここに舞い戻って。所以大家哪怕轮回几百、几千、几万次，要来到这个现象世界。この真空を通して。透过我们的身口意。もう愛が一元、愛が全てだという境地に至った時、皆さんもこの現象世界を卒業して下脱悟りで。で卒業して帰れるんです。当大家每个人都能完全到达，无论看什么、感受什么，都是一个爱一元的世界的时候，你们就解脱了，就能从这个学校里面毕业，就能回到源头。だから私は本質根源の世界に入り行くためには愛のパスポートが必要と言うんです。所以我才对大家说，如果你们想回到爱的世界、本质的世界，你们首先要拿到一张爱的护照。この世のパスポートは、这个世界上的护照。何十冊持っていたって
麻烦你们用记事本。也不可能通过这个世间的护照回到本质。この世のパスポートは。这个世界上的护照。この地球上に置かれているさまざまな国、せいぜいいくつの国々を訪ねていけるだけ。你顶多能拿这个护照去到地球上的各种各样的国家，你顶多能去到这些地方。但是你没办法拿这个世界的护照回到本质的世界。本質の世界に帰り行くためには愛のパスポートを手にしなければならない。如果大家真正的想回到本质的世界，你首先要完全得到爱的护照。愛一元、愛が全てだったという境地に至ること、これ愛のパスポートを手にしたあなた方、いつでも喜び、いつでも微笑み、いつでも笑いながら、もう皆さん胸張ってこの本質の世界に融合していくでしょう。那就是你们在内在完全的实感到，无论看什么、感受什么，这里就是一个爱一元的世界。那这个时候，你们就能微笑的、带着喜悦的，无论何时都能自信的回到源头了。2018年の元旦に見せられた。2018年的元旦的时候，神让我看到一个画面。皆さんは肉体去った時に。当大家离开肉体的时候，あるドアをくぐらされます。就会让你们穿过一道门。そのドアは。这道门。三つありました。有三种。黄金に輝いている。第一道。ドア。第一种就是绽放着黄金的光的门。わずか光を放っているドア。第二种门就是微弱的光的门。真っ黒なドア。第三种就是漆黑的门。例えですよ。这是一个比喻。本当にそこをくぐるかくぐらないか私は分かりませんけど、元子さんは。是否是真的要这么穿过？例えで見せられたんです。是否是真的这么穿过门？我不知道，只是神作为一个比喻让我看到。肉体という衣装を脱ぐまでにどこまで磨き上げることができるかは知りませんけど。我不知道原子在离开肉体之前能把自己的心灵擦亮到哪个程度，擦亮多少分，我不知道。この真っ黒いドアをくぐっていくんです。但是当时我在画面里面看到原子穿过的这道漆黑的门。なぜ黄金に輝いているドアくぐらないんだろうと私見ていたんです。所以我当时觉得他为什么不去穿过旁边的这道绽放的黄金的光的门呢？皆さん、光とまあこれは本来は完全一元なんだけど、この二面性の世界では光と闇とか光と影でしか説明できません。光と影は同調できないんです。本身本质是完全的光的世界，但是在这个现象世界只能用光明和黑暗来做比喻。就像光明，它没办法与黑暗同在。ここからここまではもうピカピカに輝いていて、ここは真っ暗ですって同調できないんです。影と闇は。不可能。あの光と影は。光明和影子和阴影能同时并存。比如说，这里有一道门是绽放着非常灿烂的光，スイッチを切れば光一元。是完全漆黑的。スイッチを落とせば真っ暗。不可能是两道门同时在这儿。就像我们这个房间，把灯关掉，才会有黑暗。光和黑暗，它不可能同时存在。なぜ元子さん、要么光明，光のドアをくぐらないんだろうと見てるんです。要么黑暗，在这个现象世界。ここをくぐっていくんです。真っ暗なドア。所以当时我在历史里面看到原子穿过了这道漆黑的门，他为什么不走旁边那道光明的门呢？所以当时我也觉得很奇怪。なぜならば磨かれてない心であるならば。大家知道为什么吗？因为他的心没有被擦亮化。光の扉をくぐればもうここでもがき苦しむんです。他如果非要穿过这道光明的门，他就会无比的痛苦的挣扎。コウモリはなぜ夜飛びましょうか？那就像蝙蝠，为什么会在夜里飞出来？光が嫌いだからなんです。因为他最讨厌光。明かりが。他最讨厌白天。モグラはなぜ地の下で。生活してるの、生きてるのか。他们为什么就在地下生活？光の中に引き出せば混乱するんです。你们试着把鼹鼠拽下来放到太阳下，他们会非常痛苦的挣扎。だから元子さんも初めからここをくぐろうではなく、ここをくぐろうと思ったんだけど。所以原子不是一开始就自己要穿过这道黑暗的门？磨かれてない己がその光の扉くぐれば、これもがき苦しむんです。但是他自己的内心没有擦亮的话，他非要穿过光明的门，会非常痛苦。あ、ここが私のくぐり行く場所だとここをくぐったんです。他觉得很痛苦，他说这不是我要进的这道门，所以他就绕道回来，穿过了这道漆黑的门。あなた方が肉体という衣装を脱いだ時には、無数の館が準備されているという表現します。所以才说，当你们离开肉体之后，为你们准备好了无数的空间。今輝いてないものは輝いたドアをくぐれないんです。如果你们现在这个时候没有这么光。
那你们离开肉体也没法回到光的世界。真暗了，너시각구글에나있는如果现在浑身漆黑的人离开肉体，他只能回到漆，他只能穿过漆黑的门。これがあなた方の意識状態と言います。这个光明或者黑暗指的是你的意识状态。意識は無限にして完全意識一元なる本質しかないんです。本身真正的意识只有圆满的一元的本质。しかし皆さん自身の様々な意識状態を作り上げているんです。只有这一个无限的圆满意识，但是大家自己呢？私は金持ちになりたい。私は知名を得たい。私は大学を卒業して偉い者となりたい。全部違うんです。他认为我是有钱人。本来違ってはいけないんです。我要得到地位名誉。本来一元なんです。地位名誉。誰の行く場所も誰がくぐるドアも。光そのもので光一元でなければならないんです。本身每个人要穿过的门，每个人意识都是一元的意识，无限的圆满意识才行。この香港は、香港这里、世界の玄関と私は言います。我把这里称为是世界的大门。で、いいものだけがこの香港という玄関をくぐればいいけど、玄関は一つしかないがゆえに、その玄関からいいものも悪いものも出入りするんです。如果只有好的会来到香港倒还好，但因为香港这个大门只是一个，所以不管是好的坏的都会来到这儿。但是香港这个地方很重要。だから世界の玄関と言われるこの香港で、在世界的大门的香港这里。SK の主催のセミナーを皆さんと共に3日間学べたこと。能在 SK 主办的这三天的课程里和大家共同的学习。また。忙しい中にも、我非常的感恩。同时，明明工作那么的烦恼，林社長さん、荒垣さん、マリコさん、但是林师兄、西元先生还有真理子女士，我々の成長のために朝に昼に晩にヒーリングを、他们为了我们的成长，从早忙到晚上给大家做疗愈，またそのヒーリングを手伝ってくださった，而且非常感谢。邱ちゃん，在这里担当疗愈服务的邱琛。孙怡，还有孙怡，东东，还有东东，ゆきさん，还有雪儿，小三，还有小慧。心から感謝します。发自内心感谢你们。また体験を話してくださったマリコさんやモトコさん、また今日も今日もある？今天也有分享是吗？今日もある。体験の話。じゃあまたこれから体験の話をなされる方に心から感謝します。也发自内心的感谢做分享的真理子女士、还有原子女士、还有今天要分享的朋友们、谢谢你们。通訳を担当してくださったケルビンさん、也非常感谢担当翻译的凯文、还有萨米、少少ちゃん、少さん、还有晶晶、还有小慧。心から感謝します。发自内心感谢你们。我々の考えの感じ。而且为了我们的学习，本当にこの会場を準備してくださった ASK のスタッフの方々、为我们准备了整个会场的工作人员，共に非常感谢你们，愛の伝道隊として，大家共同的在这里作为爱的传导体，全世界全宇宙の。为了全世界、全宇宙的兄弟姐妹，为了所有一切，爱の波動を放ってくださった皆さん一人一人に心から感謝します。大家在这里所散发的爱的频率的，你们每一位，我发自内心深深的感谢你们。誰一人落ちることなく、欠けることなく。我不希望少一个人，也不希望一个人掉队。偽物の真理ではなく。我们要追寻的不是虚假的真理，真実の真理を我々は理解していきたいと思います。希望每个人都能去理解到真正的真理。ケルビンさんのセミナーを受け学んでる皆さん一人一人非常に私は幸せだと思います。我觉得参加 Kevin 他上的课程的每一个人非常的幸福。霊的な面でも一歩一段常に成長されているケルビンさん。因为 Kevin 他在灵性层面都是一步一步在不断的成长。また私は南米で、この体も鍛えられてきてます。我在南美生活的时候，我的身体得到充分的训练。だからこの現象の世界ではどんな仕事をこなしても、在这个现象世界，无论让我做什么工作，我从来不会感受到疲惫。疲れたという言葉一度だって吐いたこともない。我到目前为止，我从来没有一次说过我很累。无论让我做什么工作。この鍛え抜かれたこの体で
どんな仕事でもこなせます。我都能使用这个充分得到训练过的身体，可以自如地从事任何的工作。体の作りから見れば、ケルビンさんは女性のようなあの平和なように見えます。从身体的构造上来看，凯文的身体呢，像女性一般，看起来很柔弱。我々の施設を建てようとするその草刈りの時に、在要盖研修中心的土地上。私がケルビンさん誘った時、ケルビンさんは断ったんです。最初当時我们要割草、一开始我也邀请了凯文、他说我不去、我很忙。しかし翔さんの納得で行くことになったんです。但是小慧邀请他的时候 他接受了、他说我去。しかしこの鍛えられた私のこの肉体に負けずに、但是他呢完全没有输给我这个得到充分锻炼的身体。素晴らしい働きでした。他当时工作的很努力。だから工作的很棒。霊的な面、物質的な面、バランスの取れたその素晴らしい生き方を。所以我看到凯文活着的方式，那是在灵性和物质层面上完全获得平衡的这种方式。ケルビンさんのセミナーを通して学べるあなた方、私は非常に幸せに思います。所以我才觉得去上凯文的课的你们非常的幸福。これからも共に助け合って。接下来我也希望大家能互相的帮助。本質根源の世界に。共に手を取り合って帰りきたいと思います。希望能和大家共同的回到源头，非常感恩这三天和大家共同的学习成长。はい、少々ありがとうございます。先生ありがとう。